本日は MSI2017 ファイナルの模様をお送りしております。さあレバルさん、ゲーム3 SKT やはり強い、そしてブルーサイドは確実に勝ってきますね。そうですね、リーシンファーストピックから序盤のアドバンテージを作っていくという動き、実はミッドレーンのところでアドバンテージを作るんですが、まあ、そこのアドバンテージというのを SKT がすぐさま消しにかかっている、一方実はそのアドバンテージを広げにかかることができていないというのがちょっと気にかかりますよね。まあ、その差がちょっと勝敗に影響を及ぼしていると。特にフェイカーが途中からかなりプレッシャーを作っていましたし、まあ、チャームを当てて、少数戦というのを何度も狙っていましたしね、そこをしっかりとフニがミッドレーンを降りてきてアルティメットを使ってその動きを補佐したりだとかというところで有利を広げていってます。一方のエクスペクトがガリオでテレポートやアルティメットで参加するんですが、トップレーンをプッシュしきってからミッドレーンを降りてくるという動きが、まあ、行えていないというのも行わないプレイヤーのようですから、まあ、そこが一つ G2 としてはうまくいってないポイントなのかなと。通常ミッドレーン降りないのであればトップのファースターを先に破壊するとか、そういったところを求められるわけですけど、その動きもちょっとできてないですからね。どうなんでしょうね、純粋にフニがレーリングが強いと、そういうことだと思います。トップレーンのプッシュしきってからこそ、だからこそできる動きでもあると思いますから、レーンのコントロールをフニが常に握っているということの証でもあると思いますね。なるほど。さあその 1v1 もまあ影響力という部分に関して非常に重要になってきますからね。その上で G2 今度はブルーサイドを取るでしょう。問題はここまでリーシン 100% ウィン、これですかね。そうですね、ブルーサイド 100% ウィンの一つ要因としてはリーシンをピックできていることが要因なのではないかという感じはしますから、 SKT がリーシンをバーンするのかどうか、そして G2 がリーシンを取るのかどうかというところが非常に重要なポイントだと思いますね。まあ、SKT がここでも優勝を考えているのであればバンするのではないかと。する可能性は高いと思いますね。ま、今ガンクが得意なジャングラーでいうとリシンぐらいしかないのかなと。エリスというのも競技シーンだとガンク系のチャンピオンとしてよくピックされますが、今大会エリスあまりというもほとんどピックされてないですから。何が要因なんですか。やはり中盤以降の集団戦でエリスの影響力が低くなりがちだというところが大きいと思いますね。さあそれではゲーム4ドラフトです。見ていきましょう。ケネン、ルル、フィズ、さあリーシンです。まだバンしません SKT。 カルマ G2 は2戦目、先ほどここでケイトリンをバンしました。お、同じですね。さあそして SKT が変えるかどうか。先ほどはここでザイラをバンしましたね。ただリーシンが取るという判断であれば変えましたね。コグマウ、いやただこれ実としてはリーシンを取りますよね。さあリーシンロックから、ただ SKT はコグマウという変化を加えました。これに対してまあただアイバンを使ったプロテクトキャリー構成というのは行わないような気がしますが。なるほど、ま、グレイブスレンガー、おっとトゥイッチ、おー、ファーストピックですか。レンガーもかなり消えましたよね。そうですね、ピーナッツ分かってますね。ピーモを出すと会場が沸くんですよ。オラフ、なんかいきなりこうジャングルのメタが変わった感じがしますね。そうですね、今までのところグレイブスカジックスが多かったんですが。もっと、そしてちなみにレボルさん、ツイッチのその強さ評価っていうのはどういったところにあると。やはりまずレイトゲームキャリーであること、オートアタックの射程を改めて伸ばせます。そして王剣とハリケーンを持った時の集団戦の AOE ダメージ非常に高いものを持ってますよね。あとやはり、おー、カリスタ、コアアイテム1つ目完成してからのステルスを生かしたガンクができる AD キャリーというのが独特な地位を持ってるのかなという感じがしますね。その独特さという点で評価が高い。はい、やはり少数戦、特に
AD キャリーがガンクできるというのはまた新たなプレッシャーをマップに生み出しますからね。そしてカリスタスレッシュタムケンチという形ですけど、カリスタですよ。久々に見ましたね。もう完全に集団戦でオールインというような構成であるのは間違いないですね。さあオールイン G2、 一方の SKT、 ここから構成まだ触れますよね。 SKT はそうですね、少数戦に特化した構成も可能ですし、あとは AD キャリアを守る構成というのも可能ですね。セカンドバンフェイズシェンから、さあどうしていくか。実難しいポイントであります。このゲーム勝利すれば SKT は MSI 優勝5度目ですか、国際大会の優勝は。 SKT が今回勝てば5度目、オールスターも含めると6度目になりますかね。なるほど。2014年のオールスターも優勝しましたから、ものすごい経歴のチームになりますね。そうなりますね。出場した国際大会で優勝を逃したのは MSI だけですからね。さあそしてシェン、アーリ、シンドラ、ラストバン。一方の G2 としては、まあ、EUという意味でも込めてみればシーズン1以来ファイナル出場というような形になっています。準決勝であればフナティックや H2K といったところが出てるんですが、決勝まではいけてないですからね。シーズン1ですかね、優勝したのはね。そうですね、EU、その時は EU vs EU の決勝戦でしたね、はい。さあそしてラストバンはフィオラ、そしてランブルです。それに対して、まあ、ガリオなのか、まあ、ここまでの見たを見るとガリオの可能性が高いよりも思いますが、懸念もフィズもバーンされてますしね。こうなるとまたいわゆるミッドレインへの圧力というか参加できるのかどうかが鍵になってくると。ここまでのところエクスペクトはそういった動きしてないですからね。さあオリアナ、そしてガリオ、モーチャルスでもいいかなとも思ったんですが、それはどういった点で。やはりエンゲージのところで相手のキャリーを確実に捕まえられるアルティメットを対象してですからね。そしてこれだけ AOE やのダメージや CC 非常に豊富な構成の中で、一度相手も捕まえられればそのまま一気に集団戦なだれ込める可能性が高いというところで、確実ねエンゲージツールというのを持ってもよかったのかなと思いましたが。そしてラストピック、ルブラン、フェイカーのルブランが見れます。勝率がかなり高いチャンピオンですよね。そして G2 e スポーツとしては集団戦 AOE ダメージ AOE CC に長けた構成になっています。一方の SKG はこれは少数戦ですね。相手の構成が5人揃う前に仕掛けて人数を1人減らして1人2人減らしてからオブジェクトを狙っていくという構成になってますね。さらには今までのゲーム展開でこう SKT はミッド周辺の少数戦というところで勝てるというところを意識しての特化型と。そうもある、そういう形もあると思いますね。ルブランかなりプレッシャー高いチャンピオンですし、うん、まあ、ランブル、オーラフというところだけなくタムケンチのアルティメットでミッドレーン入っていく、さらにトゥイッチもファーストのコアアイテム王権完成してからステルスでミッドレーンにガンク狙っていくというようなところもありますから、パークスはちょっと耐えるレーンに中盤以降なっていくのかなという感じがしますね。さあ SKT のコーチはコマ、そして G2 のコーチはヤングバック。ヤングバックはもともと ELCS のトップレーナーで、活躍していたプレイヤーですね。コペンハーゲンウルツでプロの経験がありますが。なるほど。最後の画面に映ったのはメダルでしょうかね。 MSI の紋章の入ったメダルのように見えましたが、あと1勝で SKT は6つ目のタイトルですからね。そうですね、何回トロフィーを変換するんだ言わざるを得ないでしょうが。さあその重要なゲーム4、 G2 vs SKT のゲーム4です。スタートです。さあレボルさん、まずは序盤注目するポイント
どこになるでしょう。やはりリシンとオラフのところの序盤の動きですよね。ここまでのところで序盤にアドバンテージ作ったチームの方がその試合勝利する展開多いですから、そして SKT がその序盤にちょっと、まあ、強いて課題を挙げるとすれば序盤が課題になっています。そこを実はリシンを生かして、そしてスレッシュ、この序盤から動かせるチャンピオンを生かしてアドバンテージを作れるかどうかですね。あとちょっと予想外だったのがピーナッツがオラフ使った点ですよね。グレイブスを使用するかなとも思いましたが、この点どう見てます。やはりグレイブスと比べるとオラフの方が最初から1対1非常に強いということ、さらにピーナッツのオラフの場合だとミッドレーンへの介入が多いんですよね、彼からするとグレイブスよりもオラフの方がミッドガンクというのはやりやすいと考えているのかもしれません。ということはミッドを少し意識している部分もあるのかなというふうに考えられますね。プレイヤーの癖という部分に関してオラフの方がいいんじゃないかと。そうですね、グレイブスだとカウンターガンクはするんですが、ガンクというところは全くピーナッツしないですからね、さあそのカウンターガンクではなくガンクを意識したピック。 SKT ミッシーが動いてスタート位置をボディチェックしました。ブルースタートピーナッツ、これはちょっと面白いスタートですよね。通常であればラプタースタートというのがオラフでは一般的かなという印象ありますけど、先ほどの試合でもトリックはラプターからスタートしましたからね、やはりただオラフマナ枯渇しやすいのでブルーバフ手に、おっと、はい、どうしました。オラフが赤バフに侵入しようとしたんですよ。お、違うんです、ミッドガンクですね。あ、本当ですね、レベル2ですよ。いきなりいったチェインはまだ打たない、まだ打たない、いやただトリックもカバーが早い。やはりミッドレーン重要なレーンになってきそうです。そしてミッドレーンにトリックがいる間にブルーオフのところにワードをしっかりと置いてますね。こういった点が不利の強いところですよね。レーン勝つだけでなく視界のコントロール、ミッドレーンのプレッシャーまでつなげていくという点ですね。さあそしてそこに移ります。どうするピーナッツ、動いてますね。いや入る判断はただしません。ここはレッドバフに向かいます。赤バフとブルーバフ、レッドバフとブルーバフの差というところを警戒して無理はしませんでしたかね。ミッドレーンも押し込まれていましたし、カウンタージャングルを行うのは非常に難しいと。さあこれでレベル4、ピーナッツもクルーグを取ってレベル4になるでしょうか。トリックがトップレーン、これ映ってないですね。映ってないですか、今の。映ってないですね。なるほど、映ってない。さあピーナッツはリコール当てた、大抵の号令発動。トリックがリーシンを使ってかなり動かしにかかってますね。これは頑固決めるというよりかはレーンの有利を取りたいと。そのようですね、まあ、理想を言えばもちろんキルを取りたかったとは思いますが、序盤からしっかりと仕掛けていってますね。そしてミッシースレッシュを非常に得意としているプレイヤーなんですよ。ミッドレーン行ってますよ、分かってないですね。かなり強気というか、そしてピーナッツのミッド周辺、さあバックラインから入ったが Q は避けています。戻ってからいや徹底してミッドレーンです。ただボットレーンのアドバンテージ G2 の方が握るんですよね。やはり、まあ、ツイッチというチャンピオンはそこまでレーン強いわけではないですからね。ダブルの変更によって少しはマシになったとはいえ、さあ正義の鉄槌からノックアップを決めてカウントかなりのダメージを出しますが、フニも返していきます。ではフニまだリコールしてませんでしたね。かなり長い時間ステイしましたよね。そしてテレポートがあるのでテレポートで戻ってくる判断になるでしょうかね。使用しましたね。そしてここで
ストリックがクルク勝った後ボットルにガンク狙っていくのかどうかですね。先ほどからかなりミッシーが積極的に復興を当てにいってますから。さあこのボットサイド、ピーナッツはボットサイドに行く素振りは見せません。そしてトリックがどのルートを取るのか気になるポイントです。トリックはリーシンを使用しています。ただ行きませんね。そのようですね。体はミッド方面に向かっています。ミッドガンク狙ってませんか。ピンを鳴らしてますよ。本当ですか。ただコントロールワードに移りそうですが、フェイカー仕掛けてチェインを当てているがダメージトレード。お互いにまだレベル6はまだです。コントロールワードをトリックを破壊しました、そして、フニーはプッシュした後しっかりとディーパードを置いてますね。こういった動きによってトリックのガンクが非常に難しくなっていくと。ミスイが先ほどからダブルフライを当てる確率というのが非常に高いですよね。彼はスレッシュかなり得意なプレイヤーですからね。ヨーロッパのサポート、はい、スレッシュが得意なプレイヤー多いんですよね。というよりも何でしょう、フックというべきなんですかね。フックもそうですしフレイも当ててますよね。これコントロールワード気づいてますか。気づけてないですね。今映ります。おっと、いやそうですよね。レボロさんたまにいやみたいな、なんかあのちっちゃい声でさすがに気づかないとまずいなと思ったんですが。いいダメージトレードですね。ポーションオーバーは使わされてしまってますね。ここでズレも使いましたか。ただ今飲んだのでかなり体力の有利というのはありますよね。そうですね。もう一度バンは冷静に避けます。お互いサマナースペルは残っている状況からここでピーナッツ介入、ゴースト発動、レベル6ラグナルクもありますよ。さあヒールを使用して図面どうする、誰を狙いに行く、ミスを狙っているフラッシュはもうない。ファーストブラッドはピーナッツ。さあここにトリックですが間に合いません。レベル6にまだ図面はなっていませんでした。このレーンで地面レベル6ですね。あともう少しというところでしたかね、レベル6になっていれば今のガンク買わせてましたね。やはりピーナッツオラフだと積極的にガンクをしていきますよね。これによって、序盤のアドバンテージというのを作り出したんですね。さあ SKT のピーナッツに今オラフを使わせたこの判断が吉と出ている。フェイカーに当てる。ただいやーなぜウルフそこにいるんだ。ミッド周辺の視界のコントロールを取りに行ってましたね。ショックウェーブも避けます。ワンプレーワンプレーに会場はこう沸いてますね。ブラジルの観客は本当にリアクションが素晴らしいですね。その G2 というチームは EU LCS 内だとちょっとヒールのような役割になっていて、はい、歓声がいいプレーをした時に、ポジティブな反応とネガティブな反応でちょっと二分されていると。一方でブラジルだとみたいな、そうですね、いいプレーをすると、はい、100% ポジティブに反応してくれるから非常に嬉しいとコメントしているのがちょっと印象的でしたね。まあどちらかというと UOL の方がね。そうですね、はい、まあちょっとオーナーまでもが、オーナーというかマネージャーまでもが、そうですね、少しなんでしょう、ぶっ飛んだパフォーマンスをしますからね。あ、いい表現ですね、ぶっ飛んだ、はい、まさか、上半身裸になって観客を煽り始めるとは思いませんでしたから、はい、まあ、ただあれは面白いパフォーマンス、そうですね、いいパフォーマンスでしたね。まあ、その UOL の悔しい気持ちの分も G2 は戦ってるわけですからね。その UOL を倒してきてますからね。さあ G2 としては負けられない。ただしそれでも SKT 序盤のまずはアドバンテージ握りましたか。そう言いますね。
おっとポットレーン、ズベン、アルティメットで救済してランタン回収、パーフェクト、逃げ切ったか。いやフェイカーが来ている、行くぞその対応、さらにはフレイだが、それでもフェイカーを落とし切ります。タワーダメージで 1-1 のトレード、実見事な対応ですね。これでミッドレーンのところパークスプレッシャーをかけます。そしてフニがミッドレーンに動いてますね、カバー入ってますね。ただパークスさすがにこの BO5 で何回もあったので警戒してますか。コントロールワードありましたね、これエクスペクトが置いたワードですね。あ、なるほどなるほど、俺寄らないからと。そうですね、なんとか耐えてくれと。ここはスレッシュとカリスタらしい、避け方でしたね。ただここに対してフェイカーが寄っていたと。ちょうど9打ったタイミングでイグゾスが切れましたか。ホットガンク狙ってますね、トリック入ってきたんですよ。それをワード置かれてないと思います。うわ、動きでちょっと置かれてるというような認識、そのようですね。今のはズベンが到着する前に行きましたからね。ステパン狙ってますね。いやミッシー、フラッシュはありますが、これどうしようもないやつですね。これが一つトゥイッチの強さですよね。バンの状況判断も非常に早い。さあボットレーンから SKT が作っていこう、そういった流れになっている。あまりミッドに介入しないような印象ありますか。そうですね、ミッドレーンのところ取りに行かないですね。むしろまだトゥイッチがパワースパイクまだ迎えてないと思うんですよ。今は OK ができましたから、その前に仕掛けていったのがちょっと印象的でしたね。ちょっと G2 の裏を書いたような、そういう印象があります。ミッド周辺のところのコントロールを G2 狙って視界を取ったりとかしているところで、逆にボートサイドに仕掛けてますからね。さあミッドレーン、ミッシー、僕は得意なプレイヤーですがフェイカーを避けます。逆に当てていきます、ね、ミッドに仕掛けました、ね、そして船旅から誰が来る。いやトリック逆にキック、竜の怒りでタワーした。そこに英雄降臨、エクスペクトも介入している。そこにショックウェーブ、ウルフはシールドを張って耐えてはいますが逃げ道はありません。パークスのキルです。 G2 のよりもミッドレーン非常に早かった。フニよりエクスペクトの方が今回は先に動けていました。アルティメットで介入できましたからね。さすがに、フニとしても難しかったですね。もう一度ミッドレーン行きますね。フニが寄っている、警戒はしています。バンまでステルスで寄っていますがタワー下です。さあレッドバフに介入していくのは SKT、 トリックも対応していますが、ここはスティール成功。ピーナッツ、これでジャングラーのレベル差というのは確実に1。オーマイガー、当てるのかそれ。バンフラッシュアウトアルティメットが上がっていれば1キルというところ狙いましたね。ちょっと面白いのが、はい、フニがコントロールワードトップレーンのところずっと維持してるんですよね。そうですね。さあそして地面を狙いますがランタンです。さらにフック当ててからの、さあ牢獄、ミッシー、フレイ、テレポート、これフニたまらずしようだが、行くのはなんとトリック、そしてバックラインからはエクスペクト、テレポートで来ていて先手を持っていくのはなんと G2、 さらにミッドレーンのよりも速いか。いやフェイカーもテレポートで寄っていた。戦えるか SKT、 どうする。反転はチェインを狙ったがエクスペクトに当たっていない。フェイカーそれでも追撃判断、もうマナがないかエクスペクト。さらには前に出てランタン回収、ドットダメージはどうなるか。いやタリックシールドで間に合った、ノーデッドで G2、 ここは1キル回収。ただし体力のアドバンテージは SKT、 タワーを狙いに行きます。 SKT パークスアルティメットありますけどね、1人孤立、フラッシュを一度使用してショックウェーバー、フェイカーもきっちり反応します。ただしダメージが足りない。そしてタワーダメージをかなりもらっていたのはフニ、あそして仕掛けたのは竜の怒り、ダメージが足りません SKT。タワーへのアプローチというのもできないですね。 G2 うまくいなしきりました。リプレイです。ここのテレポート、あーエクスペクトの方が早かったんですね。そしてしっかりとバンから倒していったと。
SKT としては仕掛けていったんですが、先にテレポートを使われてしまった。さらにはパークスの寄りが早かったというのは大きかったですね。トリックがちょっとクラッシュインしてまで、ダブル補強しに行ったというのが大きかったですね。これ残る判断もすごいですよね。オーディアナアルティメットあったからこそ可能だったというところではあると思うんですが、ちょっと誘ってた部分もトリックはあったのかなと、あ、トリックではなくパークスはあったのかなという感じしますが、アルティメットがイメージ通り決まりませんでしたね。3人に決まっていればワンチャンダブルキルというような、そういったシーンでしたね。ただ SKT もきっちりショックウェーブがあるのを分かっていたと、まあ、そういったダイブでしたね。フェイカー仕掛けてからのピーナッツ、さあ行ったラグナロクから、ここはいけると判断しています。すぐさま返していきますね。 SKT ミッドタワーを狙えるんじゃないですか。狙いに行きますね。ランブルもガリオのルートをカットするような形でジャングル封鎖してますからね。さあフニが通路封鎖、ここにトリックが入れば有効です。さあ守りに入れます。これはしょうがないよっていう言ってるでしょうね、フニは。そうですねもうこれはもうどうしようもないですね。気になっていたのはレブルさん、あれですよね、トップレーンのあそこのコントロールワード、あれを何度も破壊されているにもかかわらず置いてますからね。レーンからのガンクというのはかなり警戒しているようですね。さあそしてマウンテンドレイク SKT、 17分でのファーストドレイクですが、スティールはできませんでした。ここはピーナッツ抑えました。取りたかった G2、 そういった意思を感じます。オブジェクトのところのアドバンテージを渡したくないというふうに動いてますよね。さあ17分40秒という運転か、グローバルゴールドでは SKT が1500ゴールド、有利を、握ってはいます。そしてガンブレード完成ですね。フェイカーはこれによってダメージのトレードのアドバンテージよりを作りやすくなりますね。サステインを手に入れますから、ガンブレードを持った時のアサシンの強さというと、もちろんガンブレードのアクティブによるバーストのようにもありますが、その後サステインによって体力を回復することができる、ということによってレーンのコントロールを強引に取り返せるというところが大きいですよね。おっとフニそして降りてきていました。イコライザーからのフェイカーのキルにつながります。この展開ずっと続いてますね。ここもフニが先手。さあまたしてもトリックにプレーのカバー、ワードブリンクをして前に出ますが、チーンのダメージがとんでもないぞ。ミスティが来る、冷静にフックを避けていく。少しずつですが SKT が有利を握りつつあります。特にミッド周辺のコントロールを取り切ってますよね。ラプターのワードというのも維持してますし、でボットレーンのルートをカットしながらプレッシャーかけてますから、ボットのファーストターンに対して SKT はアプローチできますね。ただバンがミッドに向かってますね。 1-3-1 を回収してますか。まだファーストターンないんですけどね。それでもズレもミッドレーンや。それに対して SKT 少し遅れます。ピーナッツが対応、どうする、当たる判断か。これはタワートレードになるか。ミッドタワー獲得はなんと G2 ファーストタワー。ここは事前のところでフェイカー動いている間にパークスはミッドのファーストを叩いているというシーンがありましたから、そこで、タワーのアドバンテージ作れるという判断ですね。さあそしてボットタワー獲得して SKT のタワー獲得です。確か SKT のスタッツだとファーストタワー取る率というのが 50%なんですよね。そこまで高いわけではないんですよね。これだけ勝っているチームにもかかわらずファーストタワーの率というのがちょっと 50% 台というのは珍しいですよね。珍しいですね。やはりそれだけ序盤のところで有利を作ることが、まあ、多くはないということの表れでもあると思うんですよね。いやただ削れましたね、かなり削れましたよ。
冷静にスキルショットを受け一方的にダメージを当てていきます。しかしガリオはマジックシールドありますし、今回ファーストアイテムがリサージュですからね、ちょっと通れない、ルグランダメージが通りづらくなってますね。さあイコライザーからここだよ、読んでいました。自然下がっています。相当警戒しましたね。なぜラッタッターからヒャッハーになったんでしょうね。そう、ラッタッターの方が好きでしたけどね。さあスローからレイフック、それを見てからの当然ダブルで救済します。シングルターゲットの CC に対しては、まあ、タマケンチはもうカウンターと呼べる存在ですからね。誘ってますか。フラッシュアウトです。さあラグナロク発動、トリックも下がっていきますが、バンもアルティメットを使用しているが、ものすごいフックとものすごいこれはトリックの Q の追撃。さあ互いにテレポートが入ってきますが、まずは1キル獲得は SKT、 そこからのフェイカーのテレポートの方が早いが、図面を下がりながら最後はランタンに乗ります。さあバックラインから来るぞ来るぞ来るぞ、船旅、さらにはフニまで寄っている。イコライザーもある、図面を狙っているのは SKT。 さあ倒して、あとはミシーのみ囲んでいる。タワーダイブもイージーでしょう。さあこれで3キル獲得は SKT です。131を行わせないことも SKT 得意ですが、131を行うことも得意のようですね。このままバロンのコントロールを狙っていきますね。さあバロンに触っている G2、 これは気づいている、気づいてはいますね。触っているぞと、ただ止めることはできないようです。バロン獲得 SKT。 さあ優勝に向けて大きな有利を取りました。ショックウェーブ当たらなかった、バン避けている。リコールを遅らせる間に例えばタワーにアプローチする最低限の交換というところを成立させたいところですが、ちょっと難しそうですね。ここで反転する判断、ダブルテレポートを持っている相手に対してオリアナが寄っているわけでもないにもかかわらず仕掛けてしまったというところですかね。寄れてませんね。寄れてないですね。というもこれフニはテレポート使わずに寄ってますからね。そしてエクスペクトはテレポートキャンセルしてしまいましたか。ああなるほど。人数差がある、そしてそれをまあ判断できたと SKT は。そのようですね。図面、ただそれでもかなりダメージは出していましたね。さらにはオーシャンドレイク、さあオブジェクトのコントロール握っているのは SKT です。この BO5 オブジェクト管理というのがかなり勝敗に直結しているようなシーンというのが続いています。このまま、まあ、やはりミッドのファースターを取って、23分のバロンですからインヒビタータワーというのは取るの難しいと思いますが、セカンドタワーまで取ってゴールドのアドバンテージを広げていくというところを SKT 狙っていると思います、ね。さらにはジャングルのコントロールも握りますか。レベル差1というのがずっと続いてますね。ピーナッツの方がジャングルのコントロールでトリックに勝ってますね。そしてボットのインナーです。ここは先ほど削れていましたからね。そしてボット側からのプレッシャーによるミッドのファーストターン、そしてセカンドターンに対してアプローチかけてましたね。全てのレーンを押し上げてますね SKT。 さあオールレーン、ショックウェーブ、バンは避けます。当たりません。パークスここまでパフォーマンス良かったんですが、レーンフェーズのパフォーマンス非常に素晴らしいんですが、今回も CS のアドバンテージ作ってましたからね。しかしアルティメットが当たらないですね。そうですね。さらにミッドレーン、バンを仕掛けさせつつウルフが助け、フェイカー狙ってませんか。とちょっとカメラに映ってませんでしたが、ここは竜の怒りで助けたようですね。さあまだ行く、行けると判断している英雄降臨。タワーダイブになったが、ここもウルフ、ここもウルフ。さあタウントは、いやフェイカーは反応しました。そしてピーナッツが前に出る、ラグナルクはまだ残している、いやラグナルクはもうない。そしてバックラインからのイコライザー、イメージ通りには決まりませんでしたか。 SKT 一度下がります。
フェイカーがちょっと首をかしげましたね。うまくいきませんでしたね。違う、そうじゃないといったような、そういった表情を見せていました。ただ SKT としてはミッドとボットのセカンドタワー両方とも破壊していきましたから、バロン成果としては非常に大きなものを取れたと思います。実はちょっと全てのレーンを押し込まれてしまっていて、対応するのが非常に難しかったですね。ただ次の展開ですよ、レボルさん。もう SKT が先手を取るのはもう間違いないでしょう。グローバルゴールドでもかなりのアドバンテージを握っている。そしてバロンもなければドラゴンもネクストまでまだ時間かかりますよね。まずは全てのレーンを押し込んでジャングル内の視界のコントロールを維持しつつ、トップはセカンドタワーを狙っていくという可能性が高いと思いますね。あとはやはりボットにビルタタも出ますが、おっと、竜の怒り、クエイ、さらにはショックウェーブ。ただウルフは硬いぞ。さあスキルがいろいろなくなってから反転だ。 SKT、 オノが当たった。バックラインからフニだ。さらにはフノタビでさらに入ってくる。さあどうする、これはパークス完全に孤立。分断されたのは G2、 したのは SKT、 さらにウェイカーまで寄っている。トリックもダウン、さらに生きる獲得。そのままフェイカーがまたしても図面、今度は図面ランタン置いても間に合わない。3キル獲得は SKT。 このマウンテンドレークのバフ一つ分ありますし、エディキャリーの番残っていますからね。エンドもありそうですが、エクスペクトのウェーブクリアによってバロンバフのないミニオンであればクリアできますか。だからボットのインヒビターターンまでつながりますからね。大きなアドバンテージを SKT は得たと言えると思いますね。さあボットのインヒビタータワーです。どうする、守りに入る G2。 タウントが入ってはいますが、それでもタワーを狙いに行くのは SKT。 エンドは免れた。さあここからカウンターエンゲージできるか。当てた、トリック当てた。ワードブリンク、あっと溜め込んでいる。ウルフをキックした、我慢した。そしてショックウェーブ、2人巻き込んでからのダブルキルは G2。 パークスついに決めましたが、ちょっとあと5分早ければ、そうですね、本当にあと5分早ければ展開は変わっていたと思いますね。この展開だとちょっとミッドのインヒビターも破壊されてしまってますし、ボットのインヒビターターも破壊されてしまっていますから、オブジェクトが取れないですよね。さらにはあと1分でバロン、1分30秒でドラゴンという重要な局面になってきますが、それでも SKT1 万ゴールド差。この間に G2 としては渡す判断はちょっと、インヒビタータワーがミッドとボットにないですから。お、図面狙われている。ただいろいろなスキルを避けました。そして反転だ、 G2 ここで1キル入れれば、というよりもピーナッツを落としきれれば大きいぞ。さあラグナロク中でもフックは当ててブリンク先に行けますが、いやーウルフ、 G2 からしたらウルフお前邪魔だとお前邪魔だと、今のところいなければ取れてましたからね。あとはトリックの Q が当たっていればというところでしたか。スレッシュに対してタムケンチというのがとんでもない存在になってますね。ここのところはトリック本当に理想通りの形で作れましたよね。まずは食べさせてから溜め込んだタムケンチとともにトイッチを捕まえると。これを先ほどのところでも行いたかったですが、ギリギリのところで成功しませんでしたね。ただ G2 としては先ほどのような少数制の仕掛けというところから人数のアドバンテージを作ってオブジェクトを渡さないようにしたいですね。もう一人でいいんですよね。そうですね、一人捕まえられれば、できればタムケンチのやるところで捕まえられれば大きいですねそれを意識してかバンは殺色を購入しましたよ。まあ、いかにタムケンチがいるとはいえシングルターゲットの CC というのは非常に強力ですから、そして先ほどからミシーのフックが起点になってますからね。さあ G2 はキャッチアップ、そして SKT としてはグループアップして、まあもうバロンですかね。バロンになると思いますね。これでマウンテンドレーク2つですから。さあかなり早くバロンは枯れる状況です。ダッシュするんじゃないですかね。触っています、もうバンは触っています。
ちょっとバロのダメージをもらいましたか。いやこれトリック狙われているぞ。スティールを狙うような動きだったんですが完全に位置がバレていました。トリックを見つけた瞬間に切り替えましたね。ショックウェーブ、ピーナッツが当たった。ピーナッツを落としきれればというシーンです。さあズベンからどうする。エイコリンノックアップは入っていますがウルフがバンを助けています。バンはフラッシュを我慢。ピーナッツ一人で勝ってますよ。さあもう一度バロンを触っている。どうする。いやそれはさすがにちょっとウルフとこれはリエンプション。バンがイグゾースト、互いにイグゾースト、 AD キャリーの殴り合いですがエクスペクトのタウンタが早い。そしてイクライザーも入っているがここはパークスが1キル拾って、そしてウルフがブラッシュアウト。ここにフニが入ってくるが4分4の状況か。イグゾースト、いやこれはゾーニャです。その間にフェイカーがシャットダウン。フェイカーが最後は持っていく。そしてピーナッツも続いてラグナロク発動。エクスペクトがまだ体力は高い状況ですがダブルキルはピーナッツ。タウントを決めてもここはエクスペクトダメージが出せるチャンピオンは使用していない。4キル獲得は SKT。 さすがに全体的に体力が減られていますからバロンへのアプローチは難しい。さらにトリックが上がったタイミングですからね、一旦リコールしますね。ただ D2 サイドとしても来た、仕掛けたがとんでもないダメージだ。怖い点3つ、マルモテウスあるんですよ今のパッシブも 発動してなかったですかね。クールダウンでしたかね。いやバロン獲得、 SKT 優勝に向けて大きなバフ手に入れましたね。そうですね、ここさすがにこの状況でバロンを続ける判断したピーナッツはどうだったんだろうとちょっと思いましたがギリギリのところでしたからね。完全に分断されてしまってますし十分リツとしては逆転可能なタイミングだったと思うんですが、先ほどの終盤戦のところでパークスにアルティメットを使った後だったというところが響きましたかね。AOE CC 決めてもその後の重ねる CC やダメージというところは足りませんでしたね、あとは装備差ですね。ちょっと頭抱えてますね。装備差が影響している。あとズベンかなり回答してたんですがピーナッツトリニティフォース持ってますからね。今8キル0デッド6アシストで相当ゴールド持ってますからね。いや狙ってますよ。さあトリック入った、誰を、いやーバンをキックできなかった。ウルフの反応の方が一足早かった。もう一度仕掛けましたがどうすることもできません。トリックさあ狙っているのは SKT、 ネクサスオーレバー MSI 優勝、そして国際大会6度目の優勝になりますか。オールスターを含めて6度目の優勝。ここまでずっと圧倒的な力を見せてそれでも G2 1勝はもぎ取りましたが最後の集団戦が現在行われています。フェイカーが決めてネクサスタワーが2本、 MSI 優勝は SKT-T1 となりました。強かったですね。今年も SKT は強い。大幅なメンバーチェンジもしましたけれども、なんといってもトップのフニー、ジャングルのピーナッツの加入、キャラクターがちょっと今までの SKT のメンバーと特にジャングルが違うのでベンギーとはまた違ったアグレッシブなタイプのピーナッツ、ジャングルというところが合うか合わないかというところでちょっと苦しんでるかなと思ったんですが、やはり SKT 強いですね。そのところまでしっかりと合わせてきましたからね。フニがマッチしたそういった BO5 の印象を感じますよね。特にミッドレーンへの介入本当に素晴らしかったですからね。パークスが常に勝っていたんですがフニが掲げます。いやもう躊躇なく掲げましたねフェイカーが掲げるのを前にして
フェイカーが抱えるのかなという印象ありましたけど、フニーが一番最初に吐きましたね俺だと在籍期間でいうと一番短いんですよねそして次はピーナッツ、在籍期間の短いプレイヤーから上げていきます。途中バン上げてましたけどね。あウルフはコマと抱き合う。あ最後フェイカー鬱憤を晴らすかのようにルブランで暴れてもらってからね。いやしかしフンの連の強さ、そしてミッドレーンの介入、本当に多かったですね。ただ G2 も EU を代表する、そして EU の地域のレベルの高さというのを証明した、そういった MSI だったのかなと。個人技という点では全く引きを取ってなかったと思います。課題となっているのはやっぱ一番以降のマクロの面で SKT に上回られてしまった。1対1というところが機能できませんでしたし、1対1相手に生かされてしまいましたね。ただそこを修正していけばちょっと WCS 楽しみになってきましたよね。そして今後のなんて言うんでしょうね、おロナウドフェドメイのロナウドですよ。バルセロナレアルマドリーで活躍したレボルさんからしたら、レボルさんサッカーファンですからスターですよ僕の中で。そうですよねちょっといろんな思いというのもあるかもしれませんけど、まさか彼がこういう e スポーツというところのシーンに、彼実はブラジルのチームの共同オーナーになってるんですよ。確か CNB だったと思うんですが、はい共同オーナーになっているというところで、最近こういった e スポーツ LOL というところに分野に対して投資してるんですよね。彼がまさかそうなるとは。ブラジルとしても地域を代表するもスターですから。スターですね。さまざまなブラジルサッカー選手スターいますが、ロナウドというのはその中でもピカイチですからね。レボルさんが嬉しそうですね。いや嬉しいですね本当に。さあそしてロナウドからメダルを授与されるわけですか。いやラピッドスターですね。CJ エンタスのモードミッドレーナー、去年 EDG のヘッドコーチをしているなんていうんですか、 SKT に加入したようですね。これはもう全スタッフにとのようですね。今カーターでしたから。そうですよね。これフニーですね。バンはずっと右手で胸を押さえていますね。コマ、さあレボルさん、はい、MSI 通して、まあ、見てきましたけれどもどうでしたか今年の2017の MSI は。多分過去一番盛り上がった大会だったのでは。 SKT がもちろん優勝するだろうという大方の予想あったと思いますが、決勝戦でもちょっと分からなかったですし、2戦目 D2 を取りましたしね、非常にいい戦いできていましたし、さらには何といってもワールドカードリージョンのギガバイトマリンズが荒れてしまったというところで大きなファンを獲得したと思いますし、フェイカーとロナウドが握手しているというシーンはちょっとジーンときますね。違う世界というか違うスポーツで活躍する、まあ、世界ナンバーワン、分野が違えどというところですからね。何か感じるものはあるかもしれませんが、バンは顔を隠してもう感動してましたからね。でまあ、そうですね、ギガバイトマリーンズものすごいインパクトを与えたと思います。日本のコミュニティの方々もたくさんこうギガバイトマリーンズのファンになったと。もう本当に文化言語関係なく、そういったところを貫くような魅力でしたからね。そしていや全員でやるぞと。いやーものすごい光景です。やっぱり
いいものですね。そうですね。リーグオブレジェンドの競技シーンというのは、うん、ハラハラドキドキしますし、見ていて楽しいですね。その他の地域、例えば EU、台湾、アメリカ、北米というところ、また今後 WCS でぶつかっていくことになると思いますが、その WCS の内容、まあ、もちろん SKT がやはり優勝候補ということになると思いますが、この決勝戦を見ると他の地域も出てくるのではと、あと韓国にはまだまだ強いチームがたくさんありますからね。 WCS というところも非常に楽しみになってきますよね。少しずつですが、こう絶対王者に君臨している、まあ、韓国代表というべきでしょうか、うん、そのチームをこう苦しめるリージョンが出てきつつある、うん、例えばフラッシュウルスは準決勝で 3-0 で負けてしまいましたが、ただコリアンスレイヤーという異名を持つほど韓国に対して BO1 で、プレッシャーを与えていく、彼らが BO5 で勝てるようになるとまた変わってきますから、そういった台湾の活躍であったりとか、あとはここのところ非常に多くのお金が流れている、まあ、北米代表というところ、うん、投資に見合った結果が出せるとまた変わってきますからね。TSM も様になって、WF とか戻ってくるという発表もありますから、ちょっと MSI ではうまくいきませんでしたけど、そういったところの修正というのも楽しみにしたいですからね、うん、さあというわけで本日の MSI2017 の放送は以上となりますが、レボルさん最後に何かありますか？そうですね、まあ、やはり国際大会面白いですから、その朝3時から見てくれた、はい、皆さんにありがとうを伝えたいですね、はい、本当に、Twitch のコメントとかで盛り上がってましたし、深夜3時からにもかかわらず、たくさんの視聴者が見てくれましたから、うん、本当に日本のコミュニティの盛り上がりというのも感じましたし、非常に面白い1ヶ月間を過ごせたなというふうに感じましたね。長い1ヶ月でしたけどね。長かったですね、はい、もう皆様外は明るいで、ございますけれども、まあ、今日もいい1日であることを、まあ、切に願っておりますということで、はい、本日の、放送は以上となります。本日は実況私アイツと解説アレボルでお送りいたしました。それでは、また LJL でお会いいたしましょう。さよなら、さよなら。